ゾウ、像、ゾウは、哺乳構造目、長尾目増加の総称である。アジア像とアフリカ像、それとおそらくは、丸耳ゾウの二属三種が厳生し、これらは、厳正最大の陸生哺乳類である。他に絶滅したマンモスやナウマンゾウなどを含む。ゾウは、漢字、像の音読み。ゾウの字は、古代中国にも生息していた像の姿にかたどった。 象形文字であるとされる。これとは別に、日本には象がいないにもかかわらず、日本語には、貴様という古称があり、日本書紀では象牙を、貴様木と呼んでいる。和名書には、などの記述がある。他、うつほ物語、宇治周囲物語、つれずれ草、江戸時代の陳節読みはげ好きなどにも、象の記述がある。英語や、普通語のエレファント、 独語のエラフォントはいずれもギリシア語エレファス、像に由来し、ギリシア語はお牛を意味するフェニキア語のエルフエルプス、もしくはヘブライ語のエレフアレフオリフントなどに由来する。長い鼻、大きな耳が特徴。首が短く、立ったままでは口を地面につけることができない。膝をついてしゃがむか、筋肉質の長い鼻を使って、食べ物や水などを口に運ぶ。鼻を使って、 水を体にかけ、水浴をすることもある。この花は、上唇と花に相当する部分が発達したもので、あり、先端にある指のような突起で、人炭のような小さなものから、豆腐といったつかみにくいものまでお器用につかむことが、できる。また、嗅覚も優れており、花を高く掲げることで遠方より風に乗って、運ばれてくる匂いを嗅ぎ取ることができる。聴覚も優れている。 生体を参照。しかし視力は弱く、色覚もなく、外界の認識は主に嗅覚と聴覚によっている。第二摂氏が巨大化した牙を持ち、オスのアフリカ像では、牙の長さが3.5メートルにまで達することもある。牙は象下として沈徴され、密漁の対象となる。巨大な板状の薄葉が上下に1本ずつの計4本しかない。 自分の体重や歩くことによって足にかかる負担を少なくするため足の骨と足の裏の間には脂肪に包まれた細胞が詰まっており足の裏の皮膚は硬く角質化しているひずめを持つためありひずめ類として分類されることもあるただし気象には個体差もありアフリカゾウが全体的に気象が荒いという性質はあるもののアジアゾウ同様に飼いならせば 人間に従順になると見られている。なお、かつて調教され、労液に使われたアフリカゾウの種は、丸耳ゾウであり、これはアフリカゾウの中でも、比較的温厚とされている。メスと子供で群れを形成し、オスは単独か誘導士で別に群れを形成して、生活する。巨大な体育のため、生体のゾウが襲われることは、ほとんどないが、 しかし人間をはじめて気がカイムというわけではなく、アフリカではライオンの群れ、インドではトラが主には海藻や幼獣を襲うことが確認されている。そのため群れの成獣たちは常に幼獣の周りを取り囲んで、これらの敵から身を守っている。その巨体ながら時速4 0トル程度で走ることができる。寿命は60歳から70歳で20歳ほどで、 正獣になる。人間には聞こえない低周波音。人間の過長周波数帯域加減である約 20Hz のそれ以下で会話していると言われ、その鳴き声は最大約112デシベルもの音圧、自動車のクラクション程度があり、最長で約 10km 先まで届いた例もある。加えて、ゾウは足を通して低周波を捉えられることも確認された。ゾウの足の裏は、 非常に繊細であり、そこからの刺激が耳まで伝達される。彼らはこれで30から4 0トル離れたところの音も捉えることができる。この生態領域はまだ研究途中であるが、雷の音や遠く離れた地域での幸運を認知できるのはこのためではないかと考えられている。また、足の裏のひび割れには滑り止めの役割があり、人間の指紋のように個体によって、 ひび割れの模様は違っている。象のシワは表面積を大きくし熱を発散させるという。人間を見分けることもできるほどに高い認知能力を持っていると言われており、例えば飼育下では優しく接してくれた人間に対しては甘えたり挨拶したりするが、逆に自らや仲間に危害を加えた人物に対しては非常に攻撃的になる。また、人の言語の違いを聞き分けられるとも言われ、 象を飼っていた、マサイ族の言語を非常に警戒したとの報告もある。ただし、同じマサイ族でも狩りに参加しない女性にではなく、男性だけを避けようとする等々、様々な逸話が伝えられる。また、群れの仲間が死んだ場合に葬式とも取れる行動を取る、ことがある。死んだ個体の亡骸に対し、周りに集まり花をあげて、匂いを嗅ぐような動作や、 いたわるように鼻で撫でる等の行動をとった記録がある。これらの行為が持つ意味については疑問点や未解明の部分も多いが、いずれにせよかなり優れた記憶力や知能を持っていると推察されている。近年、像には鏡へ認知、鏡に映った自身を自身と理解する能力があることが明らかになった。タイのチェンマイでは、像が絵を描く芸が披露されている。 日本でも市原像の国の夢花が絵や文字を書くことで知られている。草、葉、果実、野菜などを食べる。ミネラルを取るために泥や岩塩などを食べることもある。草食動物で1日に 150kg の植物や100リットルの水を必要とし、野生個体の場合はほぼ1日中食事をしている。体が大きく必要となる食物も並大抵の量ではないため、 森林伐採などの環境破壊の影響を受けやすく、また食欲と個体数増加に周囲の食生回復が追いつかず、ゾウ自身が環境破壊の元凶になってしまうこともある。また、糞の量も多く、成熟だと1日平均1 2 0キロもの糞を出す。動物園で飼われているゾウで1日に2 5 0キロもの糞をした記録もある。成熟した成熟のオスにはマスと、 ムストと呼ばれる一定の間凶暴になる時期がある。ゾウは米紙のあたりからタール状の液体を出すがマストとなった個体はその分泌量が多くなるためその判断材料とされる。動物園頭ではこの時期の個体は保安のため檻の中で鎖につないでおくことが多い。ゾウの死体や骨格は自然状態では全くと言っていいほど発見されなかったため 欧米ではゾウには人に知られない定まった死に場所があり、四季の迫った個体はそこで最後を迎えるというゾウ墓場伝説が生まれた。だが、実際には他の野生動物でも死体の発見は稀で、ゾウに限ったことではない。自然界では、動物の死体は肉食獣や鳥、さらには微生物によって短期間で骨格となり、骨格は風化作用で急速に破壊され、 結果的に意外が一目につくことはなかった。そうした事情が元になり、この伝説ができたものと考えられている。象下の密漁者が犯行を隠すために出っち上げたという説もある。なお、人の往来が頻繁になった近年は、アフリカのサバンナでも、象の意外が見られることがある。超微類で最も進化したグループである象は、新生代の第四期には、 オーストラリアと南極大陸以外の全ての大陸に分布していたが自然環境の変化や人類の狩猟などにより上がって衰退し現在はサハラ砂漠以南のアフリカに生息するアフリカゾウとインド及び東南アジアに生息するアジアゾウのわずかに2種が残るのみであり滅亡へ向かいつつあるグループといえる動物園の定番ではあるが共に IUCN レッドリストで 絶滅危惧アイビー類に指定されている。また、アフリカゾウの足と考えられてきたマルミミゾウは、最近は別種とされることが多くなっている。化石種のゾウではマンモスが特に有名。かつて日本にもナウマンゾウなどのゾウが生息していた時代がある。ゾウスナなチ地蔵家はステゴドンなどステゴドン家に最も近縁で、ついでいくつかの神亭の族が続く。 増加のからいくつかの祖先的な属を除いた増赤の中でアフリカ増族、アジア増族、マンモス族の三族間の類縁関係は長らく不明瞭だった。葉の特徴や初期の分子系統によりアフリカ増族とマンモス族が禁縁とされたこともあったが全ミトコンドリア DNA の解析によりアジア増族とマンモス族が禁縁とほぼ確定した。生種は アフリカゾウとアジアゾウの2種存在している。アフリカゾウには2ア種、アジアゾウには4ア種がいる。アフリカゾウのア種とされていたマルミミゾウは、最近はアフリカゾウとは別種とする研究事例が多く、その場合には原生種のゾウは世界に3種いることとなる。ゾウ類は人間の重要な仮対象であった。食用としても重視され、戦死時代から ナウマンゾウやマンモスといったゾウ類が人類にとって重要な獲物であったことは多くの証拠から認められている。崖から数百頭の群れを一度に追い落とす量がたびたび行われてきた痕跡から彼らの絶滅に人間の関与を指摘する向きもある。現在では数が少なくなったために保護が行われているが、この個体数現象の原因の一つも人による 捕獲圧であると考えられる。特に大型になる動物であるクジラ類などにも共通するが、元々の繁殖力が低いため、狩りの圧力を受けやすい。現在においては、食用目的の捕殺は稀であり、捕獲の最大の理由は、増毛となっている。増毛、特に長い増毛を持つ象を目的とした捕獲が後を絶たないため、 自然界では成熟しても、象下の短い象の個体数が増えているとの報告もある。また、自然保護と個体数減少によって禁止されるまでは、象は猛獣割りの最も主要なターゲットであり、欧米の富裕層の観光客によって、ハンティングが行われていた。象の個体数が減少してきたことを受け、生息する各国においては、国立公園や自然保護区が設定され、象は、 保護されているこの保護のための資金づくりや増下に代わる地元住民の雇用などを目し、各国の自然公園ではサファリなどの観光を行うことが多い。このサファリにおいてゾウは目玉の一つであり、ゾウの自然な姿を見るためにヨーロッパやアメリカからやってくる観光客も多く、各国の重要な産業の一つとなっている。 現在ゾウの生息数が最も多いと言われるボツワナでは15万頭以上が生息していると言われ、1980年代の3万から4万頭に比べ大幅に個体数が増加した。一方、かつては自然保護区に指定されても、ゾウなどを求める密漁が後を絶たず、世界最大のゾウの保護区だった。タンザニアのセルー国立公園では、 1970年代から1980年代にかけてかつて10万頭いたゾウが2万頭にまで激減してしまった。その後、保護が強化されたことでセルでの頭数は回復傾向にある。モザンビークにおいては2015年には5年前と比べて密漁のためにゾウの生息数が半数にまで減少してしまった。その他、コンゴ民主共和国など 貧しく政治の混乱が続いている国においては、密漁取締りに予算を割れ余裕がなく、密漁の横行を招いている。ただし、象が増加すると、今度は害獣として近隣に多大な被害を与えることがある。象は農作物を荒らすことも多く、またその巨体を支えるために食べる食物の量は膨大で樹木の樹皮を剥がしてしまうことも多く。 そのために故死してしまう樹木も多いためである。こうしたことから、特にゾウの個体数が回復した地域においては逆に、ゾウの駆除が求められる場合がある。日本の動物園においては、定番として飼育されるが、自然繁殖例は極めて少ない。欧米の動物園では、人工受精での繁殖に成功している例がいくつか、ある。ゾウの持つ長い牙は、ゾウ毛と呼ばれ、 その美しい色合いや、滑らかさ、柔らかく加工のしやすい材質などから古来より、宝石や工芸材料として珍重されてきた。造牙は、アジア像アフリカ象ともに取れるが、アフリカ象の方が大きくて品質が良く、評価が高い。特に近代以前のアフリカにおいては、金と並ぶ重要な工益品であり、サハラ工益の南端に位置するトンブクトなどのサヘル、工益都市や、 インド洋交易の東端に位置するアフリカ東海岸の諸都市は金と造毛を主な交易品として栄えた。来航海時代においてもヨーロッパ人がアフリカに求めたものは金と造毛であることには変わりなかった。19世紀に入るとそれまで造毛を沿岸の港湾都市で買い付けるだけだった。アラブ人の対象内陸部へと入り直接造毛や奴隷を買い付けるようになった。 これによって内陸部の交易ルートが拡大され、スワヒリ語がこの地域の共通語として広まるきっかけとなった。その後も20世紀に入るまで象ゲはアフリカの重要な特産物の一つとなっていた。一方で象ゲの高さは象を狩猟の目的とするのに十分なものであり、特に19世紀以降上記の通り象ゲを目的とした乱獲が行われ、象の個体数が急減する原因となった。 このことから1989年には、ワシントン条約によって、造毛の国際取引がほぼ禁止され、旧来造毛を使用していた分野においては代替品の開発が急速に進められた。一方で、取引が禁じられたことによって、造毛の価値はむしろ高騰し、この高い利益を求めて密漁を行うものが後と、絶つ、問題となっている。増は 死役動物として、かつて現地の人たちには、移動手段として使われ、重いものを運ぶのにも利用された。戦祖として、軍事用に使われたこともある。こうした液畜としての使用は主に、アジア像に限られ、アフリカ像も使われた。古代ローマと像を参照記録はあるものの、あまり液畜としての利用はせず、飼育もあまりされてこなかった。また、像に芸をさせることもあり、 サーカスでは象に逆立ちさせたり台に登らせたりといった芸をさせる。タイでは象にサッカーをさせる行事がある。また、かつてインドでは象に罪人の頭を踏みつぶさせる処刑があった。象の糞は近年様々な利用方法が開発されつつある。タイの北部ではコピルアクにヒントを得て象の糞からコーヒー豆を集め高級コーヒー豆としてブランド化させている。 インドの神話で、像は世界を支える存在として描かれる。ヒンドゥー教には、像の頭を持つガネーシャと呼ばれる、神様がいる。仏教では、漢期天にあたり、芝神の長男で富と繁栄の神様とされる。また、天帝インドラは、アイラーバタと呼ばれる白像に乗っている。仏教の影響か、東南アジアでも白い像、白像は、神聖死された。釈迦は、 白像の姿で母体に入ったという。像は、普遍菩薩の乗る霊獣として描かれることが多い。一致や将棋などの起源と考えられる古代インドのボードゲーム、チャトランガには像を意味するコマがあった。シャンチー、ゴテノミ、いや、チャンギにも像が登場する。日本でも中将棋を含む、古将棋の多くに、良い像があるが、現在の将棋に良い像はない。 古代地中海世界では、戦像として、像を軍用に刺激していた。古代ローマ人が初めて像と遭遇したのは、ピロスのイタリア半島侵入の際で、ヘレニズム世界で使用されていた戦術をピロスがそのまま持ち込んだものであった。この時、ローマ軍が戦像と戦った場所ルカニアからローマでは、像はルカニアの牛と呼ばれた。こうしたピロスのエピソード以上に、 第二次ポエニ戦争の際、カルタゴの将軍ハンニバルがその傭兵部隊に加えて三十九頭の像を引き連れ、イタリア半島に侵攻したことはよく知られている。アルプス山中で受けた妨害と寒さや上のため、イタリアの平野部に到達した像は元の半数以下だったが、それもトレビア側の戦いでインド像の一頭を残してことごとく倒れた。最後の像以外はアフリカ像、 丸耳像であった。像は、ローマにおいては、一般的なものではなく、そのため、ローマ帝国期においては時折像が、ローマ市まで連れて来られ、パンとサーカスの一環として、見せ物に供された。80年に、ローマ市中心部において完成したコロッセウムにおいても、像が皇帝に挨拶をしたりダンスを踊った記録が、残されている。また、 象と他の猛獣とを戦わせる見せ物も行われた。象は、その生息地だけでなく、象の生息しない地域においても大きさや、温和さ、強さ、賢さなどのイメージから、様々なシンボルに使われてきた。アメリカの二大政党の一つである共和党は像を、党のシンボルマークに使用している。また、ガーナの二大政党の一つである、親愛国党も、偉大さや、 賢さ、愛情深さなどプラスのイメージを持つ像を、等のシンボルマークとして使用している。日本列島がまだ、ユーラシア大陸と陸続きだった頃、日本にはナウマン像が生きており、石器時代には獲物とされていた。日本においては、約2万年前に絶滅したとされるが、その骨は、後の時代も沈徴され、小僧院にもナウマン像の薄刃が流骨として保管されていた。 象王の存在は仏教の影響で知られており、今弱物語集には、イノシシが象に乗った普遍菩薩に化けて層をたぶらかす逸話がある。12世紀から13世紀に成立したと言われる、超獣人物ギガのおつまきには、長い鼻や太い足、牙など、象の特徴をよく捉えた絵が描かれている。生きている像が日本へ捕来したことが確認できる、最も古い文献記録は、 欧英十五年六月二十二日、千四百八年七月十五日に、若狭国オバマへ入港した南蛮、東南アジアの船に像が積まれていたというものある。この船はアレツ神教という人物、パレンバンの家教の東木瀬神教とされるが派遣したもので、足利義持への献上品として、孔雀やオウムなどと共に像が積まれていた。この像は、状況を果たしたようだが、 当時の人々の反応を伝える資料は残っていない。その後、王英18年、1411年に、この像は、足利義持から、朝鮮の大層に送られた。天正3年、1575年には、明の船が像と虎を連れて、文後国薄木に到来し、大友総理に献上されたほか、慶長2年、1597年には、ルソン総督が、 豊臣秀吉への献上品として、また、慶長七年、1602年には高賃から、徳川家康への献上品として、虎、孔雀と共に贈られた。神戸市立博物館所蔵の桃山時代の南蛮屏風には日本に連れて来られた像が描かれている。京宝十三年、1728年6月には、オスメス二頭の像が、江戸幕府八大将軍。 徳川義宗に献上するために、高南、ベトナムから連れて来られた。メスは、上陸地の長崎にて3ヶ月後に死亡したが、暴れることを想定し、それに耐えうる頑丈な、国産船が当時なかったことから、オスは、長崎から、陸路歩行で、江戸に向かい、途中、京都では、中三角天皇の上乱があり、庶民からも、かなりの人気があった。上乱には、が必要なため、 オスの像には、江南十四位白像ら来と生命が与えられている。江戸では、徳川義宗は、江戸城大広間から像を見たという。その後、像は、浜御殿にて飼育されていたが、資料代がかかりすぎるため、漢方元年、1741年4月、中野村、現東京都中野区の玄介という農民に払い下げられ、翌年12月に病死した。 現在も純像の古骨として、中野の宝泉寺に、牙の一部が残されている。その後、文化十年六月二十八日、1813年7月25日に、イギリス戦、シャルロッテ号とマリア号が長崎に来航した際、将軍への特別の贈り物として、メスの像一頭が連れて来られている。長崎奉行、東山影国がその像の見分にあたり、 しばらく長崎に滞留していたが、同年9月1日に、幕府から受け取り拒否の回答が伝えられたため、その像は再び船に乗って、日本を出国していった。なお、このイギリス船の来航の本当の目的は、トーマス・ラッフルズの命により、手島のオランダ商館をイギリスに引き渡すように、オランダ商館長、ヘンドリック・ドゥーフに要求するためで、像は、その挨拶がありだったのではないかとされている。 大きいこと、花が長いことがはっきりした特徴となっているから、そのような特徴を捉えて、他の生物の名としている例もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。